桃の実が待ってきました。そしてこんなに落ちてます。かわいそうでしょ。これなんかなんとかできないかなと思って、雨降る前に撮りたかったんだけど、まるっきり梅干しなんですけど、あ、全部大丈夫だね。もう色悪くなったら腐ってるかなと思ったんだけど、これでこれをちょっとね、廃物利用してみようかな。いつもこのまま土に返してるんですけど、こいつらを全部、あの、全部じゃ無理かもしれないけど、回収して桃のコンフォート、桃のコンフォートを作りたいと思います。汚そうなのはやめとこうね。綺麗なのだけ集めていきます。わ、意外にいっぱいになりましたね。こんなもんでいいかな。あとはちょっとじゃあ歩きにくいので、あの土に戻してあげようと思います。なんかもったいない気もしますけど、もうこんなにあるので、こんなのゴロゴロされていた日にはもうあれじゃないですか。だからこれ全部集めて、これは土に戻します。にゃんにゃんにゃん。で、これだけなんで100インチのでかい丼にしようかなと思ってます。洗ってここ入れていきますね。まあ、ジャムにするならこのまま水見せない方がいいんですけど、私はドリンクにしたいので、で、なんか色を生かすために銅が入ってるといいというので、今10円玉を洗いました。で、ラップして1分、1分かな。まあ温野菜で私はやります。そうして何回も冷ましては1分、冷ましては1分っていう感じでチンしていきたいと思います。10円玉入れましたけど色悪くなりましたね。茶色っぽくなってしまうと言われてましたが、銅入れれば青い色が保たれると言ってましたけど、10円玉置くだけじゃやっぱりダメかな。下の方もダメかな。ちょっと下の方がちょっと青みが残っています。で、砂糖を加えてチンを繰り返したいと思います。にゃにーにゃにー、何年泣いてるですか。最初なんか上にあったやつは色が悪くなっちゃいました。よもや10円玉がどこにあるかなんてわからないですね。それではですね、何回もチンしました梅なんですけど、10円玉を入れたにもかかわらず色の方はどんどん悪くなりました。まだかろうじて青い色をしているのもあるんですけど、割ってミッシュで差し上げようと思います。例えばこれぐらいの大きさだとこう切るじゃないですか。中種これです。桃の実はこの種の部分に生産物質が含まれるというので取っておいた方がいいんですよね。取るほどの種もないんですけど、でこれを食べてみると、だいぶ甘い味が染み込んでる。こんな甘くなってますね。桃の風味というよりはまだ梅に近いような状態です。これぐらいの実だったらそのまま食べても大丈夫じゃないのかなと思います。生産物質といっても微量にしか含まれていないことと、あと加熱することによって生産物質散るので、これぐらいの大きさの種だったらそのまま食べても大丈夫だと思います。じゃあちょっと大きめ
それぐらいの切ってみます。あ、桃太郎がじゃないですね、これ種です。まだ大きくなってないですね。取ります。虫損かな、これ虫損が入ってたのかな。桃の風味が、シロップ漬け桃の風味がすると言いますけど、まるで海みたいだったんですけど、これぐらいの大きさになるとどうでしょうか。うん、少し桃っぽくなってきたかなとも思いますけど、まだまだ梅の方が近いような感じ。もうちょっと大きいのないかな。なので、まあ、これぐらいのちっちゃいものであればそのまま食べても大丈夫ですね。これぐらいの色になるには何回もチンしてますね。この量だと3分ぐらい、朝晩3分ぐらいチンすれば、うん、甘みも染み込んで食べやすいですね。もっと大きいのないかな。これぐらいでどうでしょうね。あ、こんなに大きい種入ってますね。これぐらい大きいですけど、もうほとんど平べったいのでこれぐらいしかない、皮しかないような感じですね。ほんの少しだけ桃の風味が出てきたかな。で、これだけじゃなく、なので来年やるときは小さいのはもうやめて、もうちょっと大きいのだけにしようかなと思いますね。それで、それよりこの楽しみは梅の時も一緒なんですけど、梅でも桃でもやることは一緒なんですけど、こちらですね、シロップ部分にこうやって出てきます。シロップが出てきます。このシロップが美味しいんですよね、梅でやる時も桃でやる時も。単にこれお水入れます。ね、見えますかね、いい色になってるじゃないですか。これが美味しいんですよ。うん、まあこの大きさの種ですと飲んだ時桃の風味というよりはまだ梅みたいな風味なんですけど、はい、ということで桃の、落ちてきた小さな実でシロップにつけると、こちらシロップ漬けと、シロップができます。こちらちょっと スポーツドリンクっぽいので、暑い日にはいいと思います。これ朝晩チンして、シロップはこのところ飲んでますけど全然中毒とか起こしてないので、桃の生産物質に対する過剰反応はしなくていいと思います。肝心なのは種を取るということと加熱するということです。はい、色こんな風になりましたね。10円玉は一緒にチンすると綺麗になりますけど、梅干しは桃の実の色が悪くなるのは防げないですね。茶色っぽくなります。最初の青っぽい色を保つのはちょっと無理ですね。で、まあ、ちっちゃかったので次はもうちょっと大きめの実を集めて、ちょっと酢とか入れてみましょうかね。
それではこの前10円玉でダメだったので、他の方法を考えます。他の方法というのは多分なんですけど、千玉好きが綺麗になっただけなんで、お塩どうかなって、お塩を一つまみ入れようかなと思います。この前と同じ量の梅なんですけど、少し大きくなりました。お塩一つのかまみ入れます。ちょっとたっぷりめ入れとこうかな。それでお塩だけでは飽きたら、ちょっとだけ梅自体、梅じゃない、これ梅じゃないんですよ、桃の適化もうすすちょっと入れておきます。で今回は少し大きくなってます。量的にはこの前と同じぐらいなんだけれど大きくなってるでしょ。なので種があると思うので、でも種最初硬い、種を取ってつけとこうかなと。この塩とお酢を入れたやつ、あ、この子はそう、食べた時にね、虫が入ってんのよ、虫が芯の方に入ってんのよ。この、まあ、一晩、これは一晩お水につけときました。なのでだいたい虫一晩つけとけばさ、出ていくんですけど、虫が入ってたやつってあまり美味しくないのよ、ね。まあ、捨ててもいいですし、確認するためにも半分に割っといた方がよろしいかと思います。虫入って、虫種食べてるけどあの、これが生産物質あるんでしたら、虫さんは生産物質で死んでしまうと思うんですけど、小さな大きいのやってみましょうかね。小さい梅はちゃんと種が形成されてないので、これダメですね。ダメなところを切り落としとくためにも切った方がいいかもしれないですね。どこが種なの、こんなにたくさんあるので、なんか大丈夫なんかついてたようでびっくりした。種といってもこんな小さいのでね、あるかないかわかんないような。ペラペラの種がついてます。小さい梅は、青い梅は生産物質を含むと言いますが、ちっちゃい梅は種がこんなに小さいので、まだ生産物質もそんなには集まってきてないのではないかと思います。青い桃は生産物質があると言われていますが、虫さんがこうやって食べているところを見ると全然大丈夫そうですね。好んで青い桃を食べられる方もいるようなので、ここにも虫さんいますね。虫さん種がお好みなんですかね。大きいなんか、こういう感じですね。ここにも、もうこれも子孫かな。口は一切農薬殺虫剤してないので仕方ないですね。種も食べてもいいと思うんですけど、今回はちょっと割ってやってみたいと思います。でこれがダイソーさんの、ね、こっちへ転がっていかないし、あのまな板のほとんど種というより種の皮ができただけの状態ですね。
まあ、半分に割っただけで中身の種が出てきちゃう感じですね。皮が残ってるって思うんだけど、あ、開けませんね。あかんやつをこうするためにも割った方がいいかもしれないです。皮しかない種に、こうやって、酢とお塩と入れたもので今回はやっていきます。さてどうなりますでしょうか。すみません、ちょっとやってみて怖いんですけど、こうすると安定悪くて指切っちゃう恐れあるので、あまりこうやって切った方が種は取りやすいんですけど、こうやって切らないと指切る恐れがあるので気をつけましょう。やっぱり不安定なんですよ。こうやって取れるでしょ。こう切ると不安定なので、平べったい方で切った方が安定はいい。指切らないように気をつけてくださいね。硬いですけどね。はい、再チャレンジです。はい、全部やりましたね。今回10円玉は入れません。こういう感じになりましたので、お砂糖今加えました。これでチンしていきます。さて、どうですかね。おお、結構グツグツ煮たんですけど、色変わってないですよね。お塩が良かったのか、どっちが良かったのかわからないですけれど、色今のところ変わってないです。あ、なるほど、高い。もっとお砂糖入れたいわ。もっとお砂糖入れて、もっとお砂糖入れます。で煮ていきます。もう仕事チンしたんですけど、どう色がまだちょっと残ってるよね。いい感じじゃ思いません。この前のやつも第1日目3回ぐらいチンした時はこんな色だったんですけど、毎日毎日煮込んでるうちにあんな色になっちゃったんです。ちょっといただいてみますね。いただいてみます。まだ硬いかな。いや、ちょっとお水が多かったんでお砂糖が少ないのかな。でもなんか歯ごたえあっておいしい。もっと煮込んできます。もう3、4日経ってるんですけど、こういう状態です。前みたいに真っ黒毛になってないですよね。なので酢とお塩、多分お塩が効いたんだと思います。こういうまだ青い状態ですよね。お出汁の方はちょっと色が出てきています。ということで、お塩を入れた方が色は変わりません。You get to hear me now.